はい、こんにちは、まめと申します。いじめっ子虐殺ゲームにね、タイトルからもうやだ、めっちゃ噛む。タイトルから噛んでいく、いじめっ子虐殺ゲーム2実況プレイ続きからやっていきたいと思います。いやもう本当にね、神神神様、え、広い森の中に出た。ここを降りれば山を降りられるかもしれない。でも東西南北がわからない。もしかしたら幸子ちゃんがコンパスを持っているかも。これじゃあそっか、みんながいないと出られないんですね。なるほど、 OK。 じゃあ戻りましょう。はい、モリアボートが見えるっていうことで、まあとりあえず今回は西へ行きたいと思います。今回もね、動物、可愛い動物ちゃんたちがうろうろしてるんですけど、まだね、一向にパート今3ぐらいかな、なのに彼女たちのね、望んでるものが一つも手に入らないんだけど、大丈夫かな私、これで大丈夫なのかな他の人の動画見たい。どんな状況になってるのかとても見たいけど、初見プレイでやっていきたいから見れない。だから私、これで合ってるのか合ってないのか全然わからないです。すっごい手探り感覚でやってるんだけどまあいいか。はい、ということで、まあなんか適当にトークをしながら進めていきたいと思います。私ね、すごい新作がね出てたらね、すぐにね買って食べちゃうんだけど、今グラコロって皆さんご存知ですか？マクドナルドのグラコロバーガー、あれがね、なんだっけ、超デミグラスチーズグラコロバーガーだったかな、がね出てたんでね、早速ね食べたんですけどね、あれめちゃくちゃ美味しいですね。初めてねグラコロって食べたんですけど、コマンド入力だ、ちょっと黙ります。え、待って、ゲーム止まった、ごめんなさい。はい、オッケー、違うオッケー、あー、よかったお父さん守ってますね。空き缶を手に入れました。私ね、グラコロって食べたことなかったんですけど、あれめちゃくちゃ美味しいですね。私マックの中でもしかしたら一番好きかもしれない。なんかね、なんか変なのある。え、待って、どうやって行くんだろう。なんかね、ホワイトソースがねめっちゃ美味しかったしね。ちょっと待って、お父さんに当たりたくない、連打は嫌だ。上から行けるかな。そう、なんかね、でね、デミグラとね、なんかね、ホワイトソースがいい感じにね混ざり合って、私ねほんと下手くそなんでね、食レポ下手くそなんでね、もうとにかく美味しいです。はい、なのでマックはやっぱ月見バーガーかグラコロですねって私の中ではなりました。待って、え、どこにあったっけさっきの。え、もう分かんなくなっちゃったいいか、え、いいの、全部さ取らないとさやばい気がするんだよね。でもなんかもうどんどん迷子になってきちゃった。無理だね、無理だね。うん、今ここがどこかも分かんないよ。虫や卵が落ちている、生のまま食べれそうだ。遠くに毛皮が落ちている、何かの材料に使えそうだ。朝露で水分補給ができるかも。あ、毛皮はさ多分寒いよって言ってたから、あ、これ絶対さ当たっちゃうよね。今ですいけたと思ったのに、お父さん見逃してよ。よし、はあ、なんかある、川がある。あれ絶対さあったかいコートを作るために必要だよね。もうさ、この子の皮を剥いでとか言ったらね、あの動物虐待になるので、待って、私コマンド入力がすごい苦手。オッケー、よかった、どんどん減っていきますね。アザラシの川？森ですよね。もともと海だったのかな？そういう？どういう？はい、まあいいでしょう。え？待って、向こう側なんかある？ただの行き止まりかな？ちょっと確認だけさせてください。行き止まりですね。ということで、どうしよう。でもなんかさ、そのフロアによってさ取れるものが違うからさ、一旦戻りたいキッチンに戻りたいんですが、私もう自力では戻れないんです。どうしよう。え、これ時間経ったら勝手に戻ってくれる？戻ってくれないよね、多分餓死しちゃうよねなんか落ちてる、肉落ちてんだけど、これはさすがに生で食べれませんね。シマウマの肉サバンナですか？
どこなんですか、森に見えますが、え、ちょっとさ、一旦戻りたい。またシマウマの肉があるよ守ってやがる、シマウマの肉。なんでシマウマに限定されてるのかがまた気になるところではありますが、まあ、気にしないことにしましょう。気になるけど、はいなんかね、超楽しい。なんかね、最近ね、あ、行き止まりじゃん。最近飲めるゲームをずっとやってたから、自分で喋ることがあんまりなかったんですよね。だからね、久しぶりにこういうなんかアドベンチャーゲームして、自分の喋る時間がすごいね。え、君が産んだの、君はでも哺乳類だから卵じゃないよね、鳥の卵手に入れた。そうだからね、今まで実況どうやって喋ってたのかなっていうのがちょっとね、わからなくてね、ちゃんとうまくね、喋れてるのかなっていうね、ところはありますが、家でよえ、待って、お家帰りたい、お家帰りたい、暗くなった、待って、でっかいのいる、でっかいのいる、え、絶対やばいよ、これ、後ろ足で蹴られたら死んじゃうレベルの、でかいやついたんだけど、待って、これお家帰れないとやばいよね。え、待って、戻るように上に上に行きましょう。え、一回ね、このままね、死んでみたい気もするんですけど、またね、集める作業がね、めちゃくちゃ虫いるんだけど、ニャッキーがいるんだけど、ニャッキーだっけ、なんか NHK やばい、気づいてない、めっちゃ近くにいるのに。イノシシ、ミミズを手に入れた。ミミズを狙ってたのかな。絶対当たりたくない、こいつは。待って、行き止まりだったよ。ふっ、ちょっと待って、やばい、戻りたい、基地に戻りたい、今です。やばい、大丈夫大丈夫、死なない。40はやばい、40はやばい、連打がやばい、死ぬ、指が、あー、助けてー、勝っちゃった。コちゃん強すぎて、素手でクマを倒すレベルに強いんだけど、どうしよう、とりあえず戻りたいんだけど、キッチンに。はっはっは、何何何、君、猿、野生の猿がいるんだけど、え、待って、戻りたいキッチンに戻りたいんです。どうやって戻ったらいいんですか。あ、行き止まりだし、え、どうしよう、野宿、え、大丈夫、勝手に戻ってくれる、今すごい心配なんだけどこれ死んだら、だってねえまた素材集めて戻ってくるの私できるかなどこ通ってきたかも全く覚えてないよ。え、とりあえずお家に帰るために上に上に行きたいと思います。これ絶対当たらないといけないですね、しょうがない。豚、豚豚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 もう懐かしいレベルだよ。でもなんかさ、下にヘビいたよね、ヘビだけ取って戻りたい、いたよね、ここ確かですよね。よし、ヘビを手に入れた。で、上に、上に行けばいいのかな。今これどこ、一番端っこな気がする、左の端っこな気がするから、右で上上行けば戻れるんじゃないかなと推測するんだが、合ってるかな、合ってるのかなカットしていこうか、迷子ですからね、完全に。カットー、あ、これ戻ってくれたやったー、よかった、2日目が終わった。これ戻れなかったらどうなるんだろう、すっごい気になるんだけど、まあ、とりあえずセーブして、はい、先生にこれでいろいろ作ってもらえるんじゃないのかな。はい、役に立つ道具を作ってください。アザラシの皮を材料にしてアザラシのスウェットツーツ作ります。スウェットツーツチュリリエタ噛みます。他には持ってないようだ。じゃあ武器、空き缶を材料にして空き缶ナイフを作れるが、はい、空き缶ナイフを手に入れた。役に立つかもしれないサバイバル知識、空き缶ナイフの作り方。空き缶を加工してナイフを作ることができる。
空き缶をでも加工する何かがまずないと、じゃない？空き缶を材料にしてガラスの剣作ります。ガラスの作り入れた、ガラス瓶を砕いて持てば殺傷能力の 全部噛んでるんだけど、殺傷能力の高い武器になると。はい、他は持ってないようだ。食べ物は そうですね、まあっていうことは装備で、あ、結構 HP 減ってる。まずじゃナイフをマイナス5、41、すっごい増えるね。で、制服、じゃあまずスウェットスーツを、誰だったっけ、寒い寒いって言ってたの、さしこちゃんだよね、確か。これよかったら使ってと。いじめてごめんなさい。いい子。はい、許します。何でも協力するよ。サシコが仲間に加えることができるようになった。テントの中で戻ってるよっていうことは、じゃあサシコちゃんを連れて今日は行けばいいのかな。ほい、仲間にします。肩書き、針使い、特技、針治療 最強な気がするんだけど。所持アイテム、高性能コンパスか。もうサシコちゃん連れてさ、山降りていいですか？ サシコちゃん連れて山降りていいかな？じゃあまあ、セーブしましてと。待って、サシコちゃん何ができるんだったっけ？間違えた、間違えた。装備。一応、ナイフを渡しとくか。で、こんなもんかな？よし、行きましょう。外に出ます。幼虫は腐ってしまった。ミミズは腐ってしまった。その日に食べないとダメなんだ。っていうか持ってる時点で即食べてあげないと、食べてあげないとってなんかあれだね、食べないとダメなんですね。わかりました。虫は食べます。見つけたらその場で捕食します。 なんてことだ。そういうしょうがない。ということで、下に行きましょう。なんとなくね、地形はね、把握できてないけど、ダメージダウン！マジで？本当に、カエルのために金は鳴る方式で、強いの手に入れたら戦わなくて良くなった。わーい。まあまあまあ。待って、サシコちゃんってさ、何ができるんだったっけ？何ができるんだったっけ？ 針治療と、なんだっけ？コンパスか、コンパスか。特にじゃあ、今連れてきてもそんなに役に立つあれではないんだね。今一番欲しいのは、センちゃんのカッターが欲しいんだよね。でもセンちゃんをさ、センちゃんを手に入れるってあれだね。俺の女にするためには、女の子用品を 作らないといけないんだよね、多分。でも、どうしたらいいんだろう。とりあえず、まあ、また何かあるまでカットしますか。うろうろしていきたいと思います。カット。なんか畑みたいなの見つけたんだけど。植物の朝露がついている綺麗なシャツがあれば、足に巻いて歩き回って水分を集められるかもしれない。シャツがあれば、っていうことは布系を見つけなきゃいけないのか。でもまたここに戻ってくれる自信ないぞ。やばい。もうね、完全にどこ歩き回ったかわかんなくなっちゃったんだけど、ちょっとミミズ食べてみる？体力が少し回復する。はい。結構回復しましたね。虫食べちゃった。いまだにっていうのも変なんだけど、虫食べたことないんですよね。なんかあるじゃないですか。なんとかの佃煮みたいな。ねえ、なんかそういう下手物まだ一つも食べたことないんですよね。あ、卵がある。これも生でいけますよね。なんか皆さん、そういう 不思議な食べ物食べたことありますか？なんかあるかな？なんかね、船寿司とかもね、すごい気になるんだけどね、よくね、船寿司の名産のところにはね、よく旅行で行くんだけど食べたことないんだよな。
気になりますね。あ、夜が朝になってきたー。キツネさん、キツネさん、どうしようかな。あ、卵あるけど、まあなんだろう、本当になんか武器とかみんなを助ける道具をちょっとね集めたいので、ちょっとこの森からは出ましょうかね。なんか、あ、でも川が他にも欲しいかな。今何が欲しいのかもわかんないんだよね。じゃあ、あ、待って、向こうも卵あるな。なんだっけ、お城みたいなさダンジョンがあったじゃん、あそこにまた行きたいんだよね。お肉がありました。肉も食べる系ですね。もうその日に使ってしまわないとダメになっちゃうから、もうなんかガンガン動物と接触して行っていいっぽいですね。うん、しかもなんか剣のおかげで全然ね、連打しろとかがなくなったので、この子たちはさすがに無理かな。あ、ダメですね。ふっ、でも体力が減るので、やっぱ動物さんは無駄な摂取はねしないようになるべく心がけていきたいと思う。ということで、なんかあ、待って、行き止まりだお城みたいなダンジョンに着くまでカット。ようやっと戻ってこれました。ということで、ここでとりあえずいろいろね、ゴミを集めていきたいと思います。下から攻めていきたいかな。でもね、お迷子さんになるので、ちゃんと帰らないとやっぱダメなのかな。帰らないで一回放置して、二人いるからさ、一人孤独死は寂しいけど、ね、二人ならみたいな感じでいいんじゃない？ちょっと二人でギリギリの時間までちょっと粘って歩き続けていい。ワンちゃんも戦わなくて済みましたよ強くなりました。てててててててって感じで、あー、コマンド、こう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 、よし、早かったですね。今回は珍しく脳が冴えてますよ喋ってたからかな、頭の回転がね。そういうわけじゃないかな、多分運が良かっただけですね。っていうことで、どうしよう、なんか他に松葉杖と、なんだっけ、女の子用品と果物か、果物さっきの森にあるのかな、なんかありそうな気がするよねわかんないよー、カットして抜けがけで、サシコちゃんと二人で山を降りられるのかなと思ったら、なんかイベント来ちゃった。森。私、コンパス持ってるけど。本当に？でも、本当にここから脱出できるかな？提案だけど、私一人で山を降りて、助けを呼んでくる。っていうのはどうかな。選択肢、まさかサシコに任せたら死ぬんだろうね私たち。やりましょうか。でも一回見てみたいからサシコに任せましょう。分かったわ、一人で行ってきて、サシコちゃんを信じるから。ありがとう、絶対に助けを呼んでくるよ。マジで？マジで？ちょっとセーブ分けとこうか。さすがにまずいな。あ、セーブしとけばよかった、さっきので。もうここには用はない。いいのかな？いいのかな？ちょっとカットして、じゃあ、ここを探ってきますね。あれ？こっちって言ったっけ？なんか、はい。え、なにここ、行ってない行ってない、待って、 HP 大丈夫だよねあ、ボートか、あ、これさ、え、確かはじめちゃんはボートを操縦したことがあるって言ってたな。それぞれさ、みんなさ絶対これいいエンドにならないわ。うーん、みんなで出たらいい、一番いいエンドなんだろうけど、それぞれみんな返して、私は一人ここに残って死亡しちゃうってエンドを、じゃあ
どうしよう。一番いいエント目指したい。ちょっとだって私、もう一回これ集めるの。私、迷子なるから。できない気がするんだけど、どうしよう。このまま進めていいものか、すごい今、迷っています。動揺しています。どうしよう。あ、空き缶あった。今日マジで、空き缶一個しかまだ見つけられてない。どうしよう。まあ、カットして、他に何かないか探るしかないか探ってきまーす。カット。森に来たんですけど、森のまだ先がありますね。崖か、これが。ここからカコちゃんだけ降りていくってやつですかね。崖の下に細いツルが伸びている。これを渡って脱出できるかもしれない。でもツルはとても細くてすぐちぎれそうだ。体重の軽いカコちゃんなら、渡れるかもしれない。ということでね。私今回、なんだろう。帰らないでずっとこのままいたらどうなるかっていうのをちょっとね、試したいと思うので、ギリギリまで、ここで歩いていきたいと思います。はい。ということで、じゃあどうしようかな。歩くだけだから、何かあるまでカットした方がいいのかな。久しぶりに、間違った！パワーが足りない！ほら！オッケーオッケー。体力はまだ全然大丈夫ですね。幼虫、幼虫とか卵とかあるので。あ、何これ？綺麗な砂？綺麗な砂？何に使うんだろう？全然わかんない。なんだろうね。あ、行き止まりでしたということで、戻りたいと思います。今、6時か。うわー、そうだよね。ごめんね、あぶんね。待って、この子の連打は大変なんだよ。なんて言うのかな？イノシシじゃないよね。バクって言うのかな？はい。90減った。やば。まあ、今日は遭難したいとも思ってるので。もういろんな、待って、いっぱい。こう、オッケー。鹿、バンビちゃん、待って、もう一回間違えてる？はい。オッケー。バンビちゃんやばい。バンビちゃんのせいでゾンビちゃんになりそうだわ。体力が。あっぶんな。まあ、とりあえず、このまま、ね、さまよう亡霊になりたいと思います。この森をさまよう。で、時間ギリギリまでさまようので、それまでカットしようかな。どうなるか見てみたいと思います。カット。はい。なんかね、森から上に行ったら他の人の抜け場なんだろう。トロッコか。これを使って脱出できるかもしれない。でも錆びついてて動かないみたいだ。もしかしたら器用なセンちゃんならカッターで錆を落とせるかも。え、どうしよう。みんなでさ、行くべきなのか、一人ずつ返していくべきなのか、どうしよう。コメントに頼ろうかな。どうした方がいいでしょうか、的な。今、めっちゃ迷ってます。みんなで脱出するべきなのか。いや、一人ずつ多分返したら絶対バットだよな。絶対誰も助け呼んでこないよな。私が助かればいいや、えへへ、みたいな感じだよね。どうしよう。超今悩んでます。はい。ということで、もう6時ですね。何時まで入れるんだろうね。私はさまよってそのまま森にする住む妖精になってしまいました、的な感じになっちゃおう。バンビとは戦いたくなかった。はい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 。遅すぎ。もう一回絵が遅く君と。オッケー。バンビちゃんやばいわ。めっちゃ体力減る。体力はね、猿と一回戦ってみたい。パワーを貯めて攻撃だ。えい、早っ。早すぎて100の力でってやば。頑張ったね。はい。ということで、もう6時ですね。何時まで入れるんだろうっていうのもね、検証なので、帰らないよ私は。ギリギリまで歩こう歩こう、私は元気ってするんだから、トトロに会うまで諦めないんだから、みたいな感じでここら辺うろうろします。待って折り返し地点に行かされた。待って、これ絶対戦わないとダメだよね。ダメだね。行くか。ふー、連打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 歌。
どんどん減っていく。なんかね、夕方になってからの敵がめっちゃ強くてHP がゴリッゴリに、あ、大きい石、大きな石を手に入れた。あー、どうしようかな、本当にめっちゃ迷ってる。でもね、もう一回ね、これをね探し回る自信は私ないよ。探し回る自信ないよ。お前、イゴさん早い早いってすごい、お猿さんは早いのでね、気をつけないとですね。どうしよう、私でもね、コマンドすごい楽しいんだよね楽しくなってきた。もう一回、こう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 、やったぜコマンド入力楽しい。え、行き止まりやん、行き止まりやんって。え、どうやってあっち行くんだろう。そう、めっちゃね迷子になってるんですよあ、待って、録画時間やばいんだけど。来ました、クマがいるこれどうなる。パワーを貯めててギュッ、早いよね、早すぎて、早い、これ一回死んでみる、死んでみましょうか。どうなるかな、ちょっと待って、何時までできるかわかんないから、カットしてギリギリの時間まで行きたいと思います。カットカットと思ったんだけど、曲が面白くて曲を聴いてほしくて。待って、ゴリラいるんだけど、握力がやばそう。100何歩とかあるんですよね。戦ってみるか、連打して、連打100はやばい、100はやばいさすがゴリラ、ゴリラに勝ったらナッコちゃんもう人類最強だと思うよ。私死ぬよね、さすがにゴリラには勝てないでしょ、人間。勝っちゃった、まだ生きてるよナコちゃん人類最強説浮上ですね。これは向こうに行きたいんだけどさ、どうやって行ったらいいんだろう。え、ちょっと待ってっ曲が壮大なんだけど、教会でかかってそう、はあってすごいんだけど、ちょっと待ってよ、クマもいっぱいいるよ、クマモンとは戦いたくない。グリズリーかな、クマモンかな。さて、12時になります。もしかしてさ意外と大丈夫なのかな、このまま朝迎えたりしても大丈夫なのかな、そんな気がしてきた。ただ敵が強いだけで、朝になったらまた敵が弱くなりますよ的な感じで、そんな気がしてきた。なので死なないですね、餓死はしないようです。はい多分しない、12時越したから。でね、あのね、コマンド入力がめっちゃ大変でね、さっきまでもう一回笑顔咲くって感じだったんですけどね、もう3回って要求してきてね、大変でした。ということで、まあどうしようかな、このデータで進めるか、さしこちゃんを手放してないデータで進めるか、ちょっと迷ってきます。はい、もう今回森の中でなんですけど、ここで終わりたいと思います。時間が結構長くなっちゃったんですいません。ということで、ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。